どうもー、大阪クラブタラです。お願いしまーす。ねー、いやーね、私ってね、はいはい、ラーメンが好きやからね、はあ、ラーメン屋さんやりたいやん。珍しい。ラーメン屋の女大将。かっこいいでしょ、あれね。珍しいですね。まあ、それで言うと僕なんかも、うん、ラーメン好きやから、うん、今すぐにでも行きたいやん。知るか、うん、我慢して。もう走り出したいけどね。やめてよ、ほんまに。ほんなラーメン屋の大将するから来たらええかな。やらせてもらうわ。ガラガラガラ。いらっしゃいませ。あの入り口でアルコール消毒を。こういう時期ですよね。これでもかというぐらい浴びるように。何？自分、これがないと生きていけないんだっていうぐらいやっといてください。アルコール消毒中毒なの。なんで酒も飲んでないの、アルチに誘うの。冗談ですよ。怖い、冗談よ。何しましょう。じゃあ、この店のおすすめ、言わせてもらいますね。お前が言うかい。すごい内装がきれくて清潔感で。ああ、せめてラーメンのこと言うて。僕ここ初めてなんです。初めてなんかい、おすすめ教えてもらっていいですか。いや、うちのおすすめは内装ですね、うん、言うたすごいこだわってまして。言うた、天丼してますよ。天丼屋ですか。じゃあラーメン屋です。ラーメンです、はい、ラーメンのおすすめ教えてください。やっぱうちは醤油ですね、うん、僕醤油にはうるさいっすよ。顔うるさいですね。醤油ラーメンで。あ、いや、メインかきます。お、貫禄のある女大将ですね。あ、茹でてる香り、香りで、うん、茹でてる音聞いて、あ、体で茹で時間を覚えてるんですね。ピピピ、タイマー使ってたんかい。かっこええ思ったのに、もったいな。醤油ラーメンです。醤油にうるさ。醤油うるさ。この醤油どこの使ってます。このうるささもあった。うるさお客さんや。いや、美味しいですね。うちね、スープもあれなんですけど、うん、麺にもこだわりがあります。あ、そうなんですね。ちょっと長くなるけどいいですか。あ、これね、うちの麺はね、お客様が美味しいという麺を使ってます。時間余った。長くなるけど時間余ってもか。特に言うことなかったです。嬉しい。ごめんなさい。緊張してもらいますわ。あ、いい食べっぷり。ずるずる食ってなかったんだい。何やった今のは。お会計お願いします。すいません、今、あの会計混み合ってまして。なんでですか。レジのものが急に壊れまして。人が壊れてる。急に消えた。レジじゃなくて。怖い。せーの、あ、すみません。じゃ、こちらレシートと感謝の気持ちです、はい、みんな、ありがとうございました。めちゃめちゃええ店、また来たなる。ガラガラガラ。すぐ来た。どうも。あの、さっき食べたばっかりです。内装がすごい良かったんで、また来ました。変なリピーター変なリピーターさんですね。醤油ラーメンもらいます。僕醤油にうるさいんですけどね。醤油この醤油どこの使ってます。変なリピーターが全部リピートしてくる。怖いな。それでは、えガラガラガラ。醤油ラーメンもらいます。醤油僕醤油にうるさいんですけど。醤油内装が醤油だったんで、また来ました。醤油勝手に閉めるな。怖かった。閉じ込められてもだよ。この間ちょっとスープにいたずらしといたら、これ入れたら勝手殺すな。バレてもだ。逃げろ逃げろ。今からもういっぱい入れてたで。もうちょっと待って、スープの味変わってるやん、俺絶対。ちょっと待って、このスープ全然味変わってない。変わってないんだ。すごい入れてたのに。あんまり入れても変わらへん。ほんまに萌えはどうもありがとうございました。